速い球打ってきたな、もう一番ピッチと打つぞわって言うでしょ、言いましたね、高いボール。今日はですね、ウィンドミルのシチュエーション編、ディフェンス編に入りたいと思います。ここでもですね、3つの状況を設定していきたいと思います。カウンターを狙って一発逆転を狙うんじゃなく、まずニュートラルに持っていけるようにします。そのための高さを出していきます。1つ目ですね、状況設定として相手に外に出された状態ですね。なので最初はここから打ったらどういう感覚なのか、まず自分で感じておきましょう。コーチからですね、ボールを外に出してもらって、もうここでは入ってる入ってないはあまり気にしなくていいです。ここで打つ感覚をまず養っていきます。そして高さを出していけるようにしたいので、ウィンドミルを使って高さを出していきます。相手のバックの高いところにですね、はい、続いて少し動きを入れていきましょう。今ここでどのような感覚で打ったら外からですね、相手のバックの高いところに打てるか、感覚的に今掴んだので少しですね動いて打ってみます。もうこれで十分逃げれますよね。はい、2つ目になります。速いボールの対処ですね。一番大切なのは驚かないことですね。相手がわっと言ってもそれに驚かないようにと構えておく。わって言うでしょ、言いましたね、高いボール、タイミング合わせる、クロスコート、そういう風にして合わせていきます。もう一つですね、やってはいけないことです。どうしても相手の速いボールに対して向きになって反対に乗せられないようにしてください。驚くのではなく乗せられないようにしてください。こういうことです。速い球打ってきたな、もう島吉子打つぞというふうにならないようにしてください。ボールの外側を捉えられればスピンはかかるので、後ろから前にガツンと当たってしまうとアウトしてしまうので、ボールの外側を捉えるようにしてください。そのためにどうするのかを考え、テイクバックを大きくするのか、もうあらかじめインパクトを決めといて、そこのですね下から入るようにするのか、それはボールのスピード深さによっても変わってきます。打てるんだったら相手のバックの高いところにも打てるようにしましょう。はい、最後3つ目ですね、ドリドリになります。相手のダウンザラインのショットをダウンザラインに返す。もちろんセオリーは相手のダウンザラインをクロスに返すこと、これをこのセオリーを持っている上で相手の裏をかきます。ダウンザラインのショット、クロス警戒する相手の逆をついてダウンザラインに打てるようにします。まずはですね、このショットを打てるようにしておいてください。はい、このクロスのカウンターはもう絶対的に持っとかないといけないですね。そしてそれがある上でですね、ドリドリを選択します。クロスを警戒する相手の逆をつく、今のは結果エースになるんですけど、エースはあまり狙いに行きません。そこまでリスクを負いたくないので、相手のこの重心を逆にかけられればそれで十分です。というのは相手がですね、また警戒しだしたらクロスのセオリーも入れてきます。はい、以上になります。今日はウィンドミル、今日はディフェンス編ですねについて取り組みました。1つ目は外から相手のですね、バックハンドの高いところ、外からというよりもいろんなところから打てるようにしたいですよね。2つ目は相手のスピードに驚かない、それもウィンドミルで対処する。3つ目は相手のダウンザライン、クロスというセオリーを持っておいて、そしてその中ですね、相手
クロスコートを警戒する相手の逆、ダウンザラインからダウンザライン、ドリドリですねについて取り組みました。やはりですね、オフェンスだけでポイント取るのではなく、ディフェンスでもポイントを取れるようにする。そこでもちろん1ポイント取れなくてもいいんですけど、相手に考えさせるということが重要になります。そしてですね、これができることによって、順序で言うと自分はミスしない、相手にミスさせる、そして自らポイントを取りに行く、この3つのバランスをうまく保って試合で発揮していただければと思います。もしこの動画が参考になれば、高評価、チャンネル登録、SNS のシェアもよろしくお願いいたします。ではまた次回お会いしましょう。ありがとうございました。You